この重量でこの機能ってすごいね。 はい、どうも、ゆうです。さあ、今回はね、メカニカルのレビューになります。こちらです。クロニクルっていうメカニカルモッドになります。こちら今回、ジェイプ福島様の方から提供いただきました。ありがとうございます。あの、福島県のね、ショップさんです。で、今回このレビューを行うね、えー、rmvdesigns.com っていう、ここの、えー、モッド、クロニクルなんですけど、えっ、ー、と、製造がインドネシアなんですよね。インドネシア初のものになるんかな えー、オーストラリアとかもインスタグラムとかがあったりなんですけど、これね、結構すごいと思う。直径が24ミリで、 18650、20700 18、21700 20 21、3つ使えます。直近やとまあ、ミューイズメックとかね、ドリーマーモッドとかあったけど、直径24でこのサイズって普通さ、大体18650やんか。それじゃあね、あの、ちょっと注意点とかもあるんで、あの、手元で写します。メールいただいたんですけど、バッテリー上下逆でも使えますよと。ただ、そのリコメンドとかね、そういう理由とかも、あの、ちょっと説明をね、手元の方で解説をしていくんで、そちらをご覧ください。どうぞ。それじゃあ今回はね、インドネシアの元ッド、 B、デザインのク、えー、クロニルやっていきますこっちがアルミそしてこっちがブラスのね、えー、2パターン送っていただきましたありがとうございますえ内容は2つとも同じになっててまずオーセンティックのねクロニクルのカードが1枚ずつそれぞれ入ってるのとでこれが20700の時に使う、えー、デルリン製のねバッテリーのスリーブになってます元中に コンって入れるやつですねそしてこの2つがクロニクルのチューブになります当然のことながらこっちアルミなんでめちゃめちゃ軽いですでそしてこっちがブラスですねこっちもねまあ程よく重量はあるけどごくごく一般的な18650のメカモットよりちょっと軽いかなぐらいそして両方とも分解するとね18650用のスリーブが入ってますバッテリー上下両方どっちでも使えますよとは言ってもらってるんやけど一応ねベントホールがスイッチ側に開いてるんで 個人的にはバッテリープラス下向きの方がいいような気がするんですよ。ただ、これまあ下にベントホールが空いてるから必ずじゃあ上なんかっていうとちょっと例外もあって、これ2つもハイブリッド接続なんですよね。なんで21700のバッテリー使うときはプラス側を上に向けた方がいいです。そしてクロニクルのモッド、えー、っと、まず直径がね、これ、モーペンのぎすで測りますけど、出だし言った通りで、 直径ね、これだけ3種類のバッテリーに対応してるのは2 4ミリなんですよね。なんで、大型どのアトマイザーでも合わせやすい。そして、エングレービングがね、かなり独特のデザインで、綺麗に彫られてるんですけど、割と精度は高いかなと。実際このスレッドをこう、ネジを回した時にね、そんなね、違和感もないんですよ。ローレットの彫り込みもすごい綺麗やし。で、このスイッチ機構がね、ちょっと、 アメリカはケネディに少し似てるなっていうのがあってこれカム式なんですよねカムアウト式でグッと押し込んだ状態でこっちの穴に合わせるとこういう風にパコンとマグネットのスイッチ本体が出てきますなので構造もすごいシンプルですでバッテリーの長さに合わせてここのねスレッドを回していって半時計回りに回すと出てくるで時計回りに回すと 引っ込んでいくっていう形なんで、バッテリーのね、ガタつきとかが出る場合は、ここで自分で調整をしてください。そして一番注意すべきところ、まずこれ、あの、ここのコンタクトがね、右、こっち側が出荷された状態で来た状態。ちょっと酸化が進んでるでしょ。で、こっちが自分でね、ちょっとペーパーとかで磨いて、プラス、お酢と塩を混ぜたものに漬け込んで、 あの酸化品膜とか全部取っっててポリッシュをし直し直たものになってますでこっちのスイッチ側も一緒でこれマグネットになってるんですけどこっち側の方が光り方がギラッとしてるでしょこっちは何も手をつけてない状態でよーく見るとね これスイッッチね、まあ、エッジがちょっっといいなっていう印象を受けるのとこの辺の仕上げに関してはね、もう少しなんか磨いたってもいいかなっていう気がしたんで、今回、レビュー前にこっちのね、アルミの方だけ全部ポリッシュし直しました。方法としてはすごい簡単で、耐水ペーパーの1500、まあ1200ぐらいかな ?1200 ぐらいからスタートして全体的に磨いてくるんですけど、この角を落とす場合、爪楊枝にね、耐水ペーパーをね、巻きつけてね、あの、ガッチガチにした状態でこういう風に角を当てる感じで吸ってってあげ 出るんですよ。そうすると微妙に角取れてくれるんで、めちゃくちゃ極度にこう落とす必要もないかなと思って。この程度に留めてます。ここのコンタクトの分解方法もすごい簡単で。 もう指でね、最悪硬かったら、ま、ペンチかなんかで挟んだらいいんですけど、こうやって半時計回りに回していくとコンタクトが取れます。で、ちょっと怖いの、このマグネットね、ぶっ飛びます。あの、どのスイッチでもそうなんですけど、マグネットこれすごい強いんで、最悪ね、パーンって飛んでいくと、パチンって割れる可能性もあるんで、気をつけてください。で、ここら辺のスレッドも、一応、ま、真鍮なんで、軽くね、研磨した後に掃除して、そのまま組んでます。で、こっちのコンタクトもね、 ざっくりですけど、洗浄するときに、こ、この角も全部取ってるんですよ。なんで上下ともこのエッジになってる部分はね、ある程度角取りはやってます。そしてこっちのコンタクトのばらし方なんですけど、これはピンセットをね、まあ、できれば一番大きいマイナスドライバー使った方がいいんですけど、なかなかこのサイズのマイナスドライバー持ってる人少ないんで、ピンセットをこういう風に横に向けて、ぐっと半時計回りに回していくと緩んできます。 こういう感じですね。ガッツリ磨いたわけじゃないんで、ある程度角取りとか、まあ、バリ、バリはほとんどなかったんですけど、酸化してる面軽く磨いて、こんな感じになりました。ちょっとこの辺ギザギザなってんのは、あの、他のマイナスドライバーでこじ開けられへんかなとか思って、試した時の傷なんで、もともとはこんなにガッツリ傷は入ってません。えー、こっち左側自分で磨いたやつ。で、こっち右側が、え、そのままのやつ。まあ、こうやって見るとね、どうしても酸化してるのはもうしゃあないかなと。結局、十円玉と一緒なんで、使ってりゃね、酸化してこう、どんどんどんどすんん黒くなって んですけどこういうのはねお酢と塩を混ぜた液体とかにドボンとつけとけばもの、まあの数分でピッカピカになるんでその後ねちゃんと中性洗剤で洗ってで拭き上げて組み上げれば特に問題はないですで一応ここがスレッドになってるんで例えば アトマイザーによっては、ここのね、ピンの突き出し量とかで通電線場合はね、ここのスレッドで調整をしてあげてください。ただ、推奨としてはバッテリー入れる前にね、この面より少し下げておいた方がいいです。これやっとかんと、例えば中でね、バチって通電して電池拭いたりっていうのはやばいんで、中を見てもらうと、モッド側の掘り込みはされてないんですよ。なんで、そのデルリンのスリーブがね、こういう風にスレッドの調整がついてるのと、20700の時もね、少しこう段差が設けられてるでしょ。その分で調整が 効くよううにっていい設計みたいですあと一つ注意点ここのコンタクトをねねじ込んでいく時必ず平行な状態でねじ込んでください相手が出るリンなんで細工ねじ山やっちゃうと修正が効きませんまあスリーブだけ変えればいいっていう話にはなるけど気をつけて扱ってくださいで今回はデッドラビットを 24mm くっつけてみますはい今これデーモンキラーのあのカンタルのエイリアンワイヤーですねそれに26ゲージのパラレルで巻いてありますスイッチね押すとこれぐらいのレスポンスなんですよ 結構速い方やと思う。スピードはね、うん、速い方。なんで今回はこれで一回ね、あの使ってみます。はい、やってきました。クロニクルのモッドです。えっと、今0.3オムカン、タル26ゲージと、えー、エイリアンワイヤーのパラレル、シングルこんぐらい。押すよ。十分やよね。まあ、あの、熱入っとったら早いのは当たり前なんやけど、 まあそれで考えても十分早いし。じゃあ吸ってみます。やっぱりボタン押してから早いね。例えるんやったらサブゼロ x に近いぐらいのスピードかな。今使ってる感じだとね。やっぱね、アルミで、ブラスで両方リリースされてて、直径 24mm に抑えてるっていうのはすごいね。21700も20700も、 三種類のバッテリーがね、一本のチューブで使えて、なおかつこんなコンパクトにできてて軽量やし、で、スイッチ機構もカムアウト式ですごい簡単やし、まあ、ロックはこの構造上ないんやけど、ただマグネットスイッチのこの押し心地とこのスイッチのストロークも割と少ない方やと思うんで、すごいね、扱い楽やと思います。ただ、やっぱり手直しはせな。 あかんなって思ったとこは自分で今回コンタクトを磨くなりね参加した部分をポリッシュするっていうの全部やったけどこれはどのモッドでも一緒あのケネディとかもそうなんですけどやっぱり使ってるとコンタクト傷んでくるんですよなんかブツブツになったりとかそういうのを考えるとやっぱり長期に見て自分でメンテナンスしてからなっていうのはあるんでまあこれはねあのメカニカル使う上で避けれないですそしてびっくりするのがなんと海外のね中国製のマスプロ系のオーセンティックは置いといたとしても 他の,そのブランドとしてねメカモッドでこう出しリリースしてるブランドの中で7000円やでこれすごないまあコンタクトの部分はまあちょっと手直しした方がいいなっては思ったけどモッド本体に関しては全然そんなことないから、まあ、好みでね例えばブラスの方やったらこっちもあのフルポリッシュ最近ポリッシュジグ出てるじゃないですかドリルにくっつけて磨くやつあれに合わせてねあのくっつけてポリッシュしてもいいしそういう素材としてはねむき出しの状態で使ってるようなメカモッドっていうのもありなんじゃないかなと思います あとね、まあ、ちょっともう一回ダメ出しになるけど、この修道部分もやっぱりデルリンに対しての切削の微妙なアラは正直ある。ただこれ逆に磨きすぎると磨きすぎるで、クリアランスどんどん広くなっていくからあんまり良くはないんさ。いやで、この辺はね、あのもう加工ができたりとかね、あのクリアランスの調整とかの意味が分かってる人が手出せばいいかなと思います。とはいうもののコレクションで1本持っといても7000円やったら全然いいっしょ。 柄もねただのデザインじゃなくてこう持った時にここ滑り止めになるんですよちゃんとここがねなんで結構理にかなっとるデザイン採用しとんねんなっていう感じなんですよねボトムスイッチのデザインも結構かっこいいんですよ今回コンタクトを磨くにあたって使ったものっていうのはピカールで耐水ペーパーであと簡単なところやともっと簡単に磨きたかったら100均で売ってたりとかこう東急ハンズで売ってる金属磨きのあの黄色いクロス ま、一応楽天で買えるようにね、あのー、下にリンク貼っときますけど、普通に東急ハンズとかホームセンターとか、あの辺行けば売ってます。 まあ別に、よっぽど参加しなかったらね、押すと塩につけてドボンで十分綺麗にはなるんやけど、角を取りたいとかやったら、まあ耐水ペーパーでこう角取った後にね、全部フルポリッシュし直して、まあそれもまた、まあベーパーの楽しみでもあるんでね。というわけで今回は、えー、クロニクルモッドのレビューでした。今回商品提供いただいた JIP 福島さんのホームページ下に貼っとくんで、またよかったら見てみてください。はい、こっからメルマガそして LINE アットローよかったらお願いします。で、あの、こういうね、ハイブリッドのモッドとかの注意点、ここに説明動画載せておくんで、 絶対見てください。これ本当にちゃんと見てください。で、いつもの動画見てもらってありがとうございます。あの、この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、そして良かったらえチャンネル登録ここからしてください。それでは今後ともジャパンベイ f t v よろしくお願いします。